写真集を今予約受付中でございます。そしてそれが350部限定なので、お早めにチェックを、予約を、うん、そう、先着350部でございます。そうなんですよ。このグッズっていうところからね、ポチッと押したら予約することできます。もう21日以降発送ですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、高尾さやかです。抽選じゃないですよ。そう、もう先着です。先着。というわけで、今日は発売記念ショールームということで、いろいろお話をできればいいなと思います。なので、あ、そう、 SNS でも盛り上げてもらえたらなと思っているので、ハッシュタグ高尾さやかファースト写真集をつけて投稿してくれたら嬉しいです。君だけのものもね、タイトルもつけてくれたら嬉しいです。おすすめに乗れたら嬉しいなと思います。そして、そう、限定ポストカード、本当にここでしか手に入れない幻のポストカードですね。この時間で予約してくれた方限定のポストカードは今日だけなので、もうさっきからめっちゃコメント来てるんですけど、どんな感じのポストカードかお見せしようと思います。なんか見せるのあれやな。見せるなあれやな。いや、ちょっとすいません。今回の限定のポストカードはこちらです。じゃーん。結構本当に、まあ最後にふさわしいというか、最後にふさわしいスペシャルポストカードとなっております。そうなんですよ。めちゃくちゃ限定です。めちゃくちゃ限定。そう、もう最後はね、最後の最後これです。限定の中の限定の限定です。なので本当に350部限定350部限定ですし、本当この時間でしか手に入ることのできないポストカードですね。間違いなくそうです。そうです。なので、ちょっとびっくりするかもしれませんが、このポストカードが届いたら、そう、激レアです、うん、太いましたかね、向け。結構皆さんからいい反応をいただけて嬉しいですね。これが届きます。なので今予約していただけた写真集には絶対これがつきますので、ランダムとかじゃなくてね、これは
定でございます。はい、もちろんとんでもない、とんでもないですね。びっくり、びっくり、びっくり。そうだね。いや、このサイズじゃないよポスターカードサイズです。うん、そう、これは写真集には載ってないですね。載ってないです。なので形に残せるのは350部だけですねポスターカードサイズです。そうなんです。ちょっとあのね、大きめにしました、画像を。うん、そうです、そうです。うん、ありがとうございます。イエーイ、買いました。よかった、よかった、よかった、よかった。そうそう、拡大してるのでね、ちょっと画像は荒いですけど、ちゃんと高画質のポストカードがねついてますので、ね、パラシュートが見えましたね。確かに枕でかいですね。うん、うん、そう。なので届いたら本当にこう自分でも近くで見れるし近くで見えるし、メガネかけてね見てもさらに見えると思います。近くで見れると思います。そうそう、セルフでね、セルフで。なので、あ、そしたら今週末と来週末に開催されるお渡し会もね、広島と東京の池袋であるんですけど、そちらの特典のポストカードもお見せしようかな。これはね、もう公式さんが載せてくださってたんですけど、こちらです。お渡し会ではこの特典ポストカードが2冊券からつきます。2冊券、3冊券の方はこの特典ポストカードがもらえます。これですね。そう、アイスかじった後の私です。お渡し会はね、そう、こういうかわいい感じでのポストカードをお渡ししたいなと思って、これです、これです。腕っこだし、イエーイ、すごい。うん、これね、あまおうのアイスバー、シャリシャリのくずアイス、溶けないやつ、あ、溶けない、溶けないくずアイスあの、そう、修学旅行をしてた修学旅行生がいっぱい買ってて、美味しい美味しいって言ってたんで、すごい気になって食べました。これは、私の地元が福岡で、福岡出身なんですけど、福岡でも大好きな太宰府でね、売ってあります。イエーイ、太宰府、じゃーん。いや、どうなんだろう、でも太宰府に行ったら多分このアイスがあると思います。でも夏だったからな、今どうなんだろう。でも美味しい、美味しいですよ。最近誰か言ってた、食べたって言ってた、食べた、最近誰か食べた食べたったっけ最近誰か食べてた、あ、なんかそうそう、え、マネージャーが、あ、マネージャーで食べたって、あ、じゃあ、あります、まだ切れてもいい
聞こえてる全部聞こえてる全部聞こえてる ナイス情報ですね。丸木声そうですよ、福岡行くときはぜひぜひ、ね、福岡結構あのイベントとかでもイベント情報も出て、10枚目シングルのイベントでも、ね、あるし、あと東京の私会の次の日はちかっぱ祭があるので、結構ね、うん、福岡行けるのが今年中結構ありますね。そう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 、本当、いや、やっぱ明日なんですね、発売日。なんかまだ実感湧かないな。明日なんだな。そうなんですよ。12月6日ケナズシティで、9日 ?6 日どっちだったかな、にケナズシティでミニライブとグループ話し会が、あ、9日です。9日、うんうん、そうです、にもミニライブ、フリーライブがありますし、そうですそうです、なので、あ、じゃあ早速写真集を自分で見ようかな自分で見ようかな、うん、私の好きなページとか、あとマネージャーさんの一押しのカットもう知りたいなみたいに思いますね。知りたいな。ちょっと今来た方、あの今この配信限定で予約するともらえるポストカードこちらですまた今来た方にお見せしますと、特別なポストカードこちらになります。イエーイ、じゃあよろしくお願いします。はい、だからちょっとね、この時はすごい結構後ろめにしてお見せしてます。あの、そう、予約していただけて、こう届いたらちゃんと近くで見れるからね。そうですよ、ということで、はい、で、あの私会はこちらですね私会こちらです。そう、こっちは近くで見せれるけどね気づきました気づいちゃいましたか。気づいちゃった、うん、はい、うん、そうでございます。先着350部限定です、うん、ね、そう、今日フラゲ日なんで、いろいろ届いた方がいらっしゃるのかなと思います。うんね、お、そうです、先着です。イエーイ、さっきから飛行機がいっぱい見えますね。
写真集にもフラゲある。あ、そうなんですか。写真集もフラゲあるんですか。あるの。何も届いてない。そうなの。発送通知が来たんですね。ドキドキですね。ドキドキだ。じゃあすみません、私は一足先にこれ本物をちょっと持ってます。すみません、先に特権で、すみませんちょっと特権を使いまして、自分はちょっとゲットしてます。ずるい、ずるい。でも本人なんでね皆さん、私本人なんで、この本人なんですよ。そう実は本人なんですよ。そう、これが通常版になりますね。通常版、じゃあこれをね、もう帯も完成してて、タイトルも完成して、すごいおしゃれ。後ろもこんな感じになってますね。後ろえ、実はね、このここをめくったとこにもみたいな、めくったとこにもね、あります。なんて言うんだろう、中身ね、中身にも中もちゃんとあるので、このゲットした方は中もちゃんとね見てくれたらと思います。はい、でもそんななんかびっくりするやつではない。うん、そうびっくりするやつではない。おおって感じ。あ、おーおーっていうかまあ感じです。じゃあちょっとどうしよう、見ようかな。お気に入りのページか、難しいんだよな自分の写真集って。やっぱりお気に入りのページって難しいかも。え、でもねえ、こことか結構お気に入りかもですね。ここにもタイトルがあったりして、おしゃれにこの日、何ページなんだろう。1、2、3、見開きの4ページ目とか、結構自分的にはお気に入りかもしれませんね。どんな表情、なんだろう、なんか、ご飯食べて美味しいって感じ。ご飯食べて美味しいって顔をしてます。そんな感じですね。でもこの撮影場所も自分的に好きだったんですよね。届いたら見てみてください。あのここも好きだもんな。これいらしたら全部どんどんめくっていったら、これも好きって言ってしまいそう。ここもね良かったですね。
おー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 おお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 、いや自分だから難しいけど、まだちょっとまだ客観的に見れないところはあるんですよね。いやまだ自分だからちょっと1年後ぐらいに見たら客観的に見えるかもしれない。うん、ストーリー性、うん、なん多分、うん、ストーリー性あるかなと思いますね。自分的に何だろう、こう撮影が何日間かあったんですけど、その時系列と一緒なんですよ、この写真集のページの進み方が一緒なんで、自分的にもなんかこう振り返ってる感覚になりますね。そう、自分と同じ、まあ、気持ちっていうかにもなれるかなって思います。そう、この順番で撮ってる。うん、わかりやすい。あ、そうなんです。だからなんか振り返りやすいですね。なんでこう皆さんの手元に届いたなってなった時に、こう配信とかで詳しく振り返ってきたらいいなと思います。そう、まだ先行カットとか、あの48タイムズさんとかで先行カットが公開されてたりとか、あといろんなね場所で秘蔵ショットとかね載せてもらってるんですけど、まだどこにも公開されてない衣装の写真とかもいっぱいあるんで、ワクワクでお待ちください。まだ未公開なのあります。うん、皆さんもう予約されましたかね、今回の配信限定のポストカード。今来てくださった方にじゃーん、このポストカードがつきます。うん、うん、しました。このポストカードがつきます。はい、これがつきます。予約しました。そうですね、この時もすごいふかふかだった。このお布団すごいふかふかでした。ね、そうね、そうだね、買わなかったことを後悔しないように枕、うん、2個ある、2つ。後悔しないようにね、お願いします。後悔しないように、はい、あと今どのぐらいなんだろう。今どのぐらいなんだろう。350部限定って言っておりますがね、言っておりますが、ありがとう。そう、なんかね、この記念配信する前にこのショールームで予約できないんですかっていう声とかもあったりして、うん、やっと今日できたんでね、
そうなんです、届いてますかね。うん、後悔のない選択を。そうなんですよ、お渡し会ではこのポストカードが届きます。このポストカードが届きます。これはこちらなんか飾りやすいかなと、お部屋とかに飾りやすいかも飾りやすいし、うん、持ち歩きやすい。だからまあ、だから私もお渡し会でお渡ししやすいんですよ、こっちだと。お渡し会もなんだっけ、受付中です。で、そう、こちら分からん、でもやっぱいろんな人がいるから分かんないけどね。でもやっぱラストにふさわしいラスト配信、今まで3回配信してきてどれも違うんですけど、どれもこう幻のポストカードになっていて、もうこれがラストなんですけど、やっぱラストを飾るにふさわしいというか、これかなみたいなのはありますねこれかなっていう。そう、池袋のお渡し会も若干なんだろう、キャンセルが出たみたいなので、なんだっけ、当日受付あるかな。3冊券、うん、確かそうそう、なんかキャンセルがあったみたいです。当日受付ありですよね。広島の方が余裕ありって感じです。池袋もしかしたらね、ちょっとかも、うん、行ってももしかしたらなるかもしれないけど、3冊券の方はね、1冊券の方はあれかもだけど、それでも嬉しいですよ、本当に。やっぱり私本人から自分の写真集をこうお渡しできるっていうのはやっぱ嬉しいんで、来てくれるだけでも嬉しいです、本当。そうだね、広島の方はまだ余裕ありますね。電話でまだ受付中、うんうんです。電話で、そうです、で、うんうん、それが今日限定の、まあ、今日超えたら幻になるポストカードはこちらです。イエーイちょっとこのね、撮影から何から何まで付き添ってくれたマネージャーさんにも好きなカットを教えてもらいたいなと思います気になる、やっぱ唯一のこの今写真集見れる人物で客観的に見れてるお方なので、そう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 、アワ作り名人のマネージャーさんですそうですそうです、
全部可愛いよね。ありがとうございます、嬉しい。そうなんかね、写真とかもね一緒にね選んでくれて、もう思ってることも一緒で、すごい何か何まで付き添ってくれました。ひそひそ話さなくて大丈夫だよって言われてるいやでも声とかでね、もしかしたらどっかでバレるかもしれない。顔出し NG なんで、顔出し NG全部聞こえてます、全部聞こえてます、全部聞こえてます。あ、すごいすごい迷ってくれてる。でも多分何枚かには絞ってそう。お、最初の方だ。ここ好き。おお、これ好き。わかる。わかる。こう最初の方のね、まだ出てないよねこの衣装。そうなんですよ。そこ出てないんですよ。出てないやつ。超可愛いやつだ。腹筋。腹筋使ってる。私の腹筋を使ってる。使ってるポーズのやつと。うん。最初の方のねページの。あとこれのここね。挟まれとる。うん。やばい、すごいマニアック。すごい。挟まれとる高尾のほっぺね。あ、挟まれてる高尾のほっぺ。そう、結構最初のページの方ですね。なるほどなるほど、やっぱすごい見てるところはやっぱりすごい客観的です。うん。お尻いいね、お尻、お尻いいね、いいね、いいねってすごいつぶやいてくれてます。面白い。おはよう、おはよう、おはよう、おはよう顔、おはよう顔、おはよう顔。ちょっとなんか一緒に旅行に行ってる感じで見てほしいよね。あ、見たいです、一緒に旅行に行ってる。おはようも含め、おはようも含めやっぱりストーリー性がね、うん、ありますね。うん、あとやっぱ私の作った泡とちょっとダメだうん、すごい足も可愛いよね。あ、それはやっぱすごい可愛いね、撮影の時からすごい言ってくれた足でもこれいいって言ってたよね、うん、あ、うん、そうなんですよ、真ん中らへんのページ。ちょっと高っぽくない顔してる。確かに新たな、うん、新たな顔新たな顔をしてます。やっぱ これいいよね。あ、嬉しい。そう、すごいその時めっちゃ褒めてくれた。これいい、大人、大人やん、大人やん、大人やん大人やん、大人やんです。そうなんですよ、大人やんもちゃんとちゃんとおります。うん、2泊しとんなこりゃ。あ、2泊おはよう、2回、おはよう、2回ありました。うん、おやすみと、おやすみ、おはよう、おやすみとおはようあった。うん、2回ありました。うん、これも可愛いよね。あ、それね、確かに。これなんだっけ、このモットレット、なんだっけ、なんだっけな、それ。タコ、砂ずり。あ、砂ずり、砂ずりだったような。まあ、ちょっと甘えたら見たくない、うん、あ、そうだすごい、でも全部、ほぼ全部、本当に楽しいよね、全部言ってくださいました。大人やん、うん、そう、大人やん、大人やんから、大人やん、いいね、朝やんからうん、いろいろあります。でも楽しみが、楽しみが膨らみましたね。うん。
買いたくなりました。うん。嬉しいです、嬉しいです。うん、イベント待ちしてます。そう、これです、このポストカードですね。どこら辺にお見せしていこうかな。でもすごい、すごいな。こんな感じだったんだ。すごい広い部屋だね、これ。すごかった。宮崎の青島の近くにあるホテルで、そう、スイートルーム、一番広いお部屋で、ベッドが、大きいベッドが2つあって、そうなんですよ。そのベッド、大きいベッドがあるお部屋の奥にまた個室があって、なんだこの部屋と思って開けたらまたベッドがあって、なんかってなった。うん、びっくりした。めっちゃありました。そうなんです。うん。そう。でも私はあのドアに、ん？出口に近い方のベッドで寝ました。奥の方は使ってない、お部屋は。なんか夜中音が聞こえてきて。海じゃなくて、海だったのかな、音が聞こえたんですよ、寝る前に。で、え、何ってなってだからで、しかも大きな鏡があって、だからパタンって閉めてすぐ寝たんですけど、怖かった。え、でも怖っと思って、え、でも次の日起きて、あのメイクさんにメイクしてもらってるうちに、こうスタッフさんがそのスイートルームのその奥の個室でもうセッティングしてて、あって、ここ昨日って音がしてみたいな。で、え、やめるって言われたけど、いやいや、もう大丈夫ですって。え、もう気のせいだったんじゃないってなって、気のせいだったんだって違う、私本当に怖がりなんですよ、めちゃくちゃ。だからその分広すぎて怖かった。うん、だから、そう、その泊まったホテルのそのスイートルームのお風呂で撮影もした。あと、そこから見える海でも撮影した。いや、そうだったんよ。そうです。あわを作ってくれたのは、そこ。うん、そう、今となっては本当良き思い出ですよ。めちゃくちゃ謎の話をしちゃった、謎の話をしてしまったけど。そう、もう大丈夫、私そう守護霊強いんで全然大丈夫です。
でもそこでいっぱい写真撮ったんで、あのオフショットを自分で自撮りとかしたんで、またメールとかで送ります。将来強いんで大丈夫です。なのでイベントは、お渡し会は11月18日土曜日のに広島の双葉図書蔦屋寺広島府中店で電話予約受付中で、もうこれもうすぐだもう4日後、もう4日後だ、やばい早い、もう4日後ですね。なんで本当にソロイベントなんで、あのイベントなんかもなんだろう、勇気出ないって方も来やすいかなと思います。当日受付もあるんで。そして25日土曜日は東京の HMV エソラ池袋さんでお渡し会を行います。で、あ、そうだ、パネル展が明日から始まりますね、池袋の方で。お店で写真集を購入いただいた方の中から抽選で10名に直筆サイン入りパネルのプレゼントを実施でございます。サインまだ書いてないですね。これからかな。楽しみです、楽しみ。なんかパネルがもしかしたら本当、そうだ、10名の方に当たるんで、すごいね、パネル飾れるお部屋に、すごいことになるそうまだ書いてないです。うん、だけん私会の日もパネル展見れますね、一緒に見れるし、まあ明日から開催されるから明日早速見に行っても大丈夫です。近くに寄った時でもね、いいので。え、今何部ぐらいなんだろう。350部限定って言われたら今どんな感じなんだろうな。あ、まだ飛行機が飛んでる、うん、まだそうだね、なんか今から見える方もいるから、お仕事とかね、用事とかで見れなかった、今見れた方とかもいるから、こんな感じです。今回のポストカードこちらになりますこちらですそう、これポストカードこれが確実確定でつきます。イエーイ、おユミリンさん、待って、ユミリンさんにこのえ、ユミリンさんえ、待って、あ、本物、偽物っぽいですって書いてあるけど本物、ユミリンさん、本物本物だ、楽しみ、あー嬉しい、ありがとうございます、やったー、ゆみりんさんだ、
ありがとうございます。わーい、ありがとうございます。ゆめりんさん、今回のポストカードがもうラスト飾ってて、なんかラスト飾ってて一番ちょっと本当にこんな感じなんですよ。こちらはちょっと叩いてしまう。いいありがとうございます。ちょっとでもありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。嬉しい。やったー。そう、イミリンさんもセカンド写真集がね発売されますので、ぜひぜひ。うん、そう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 、私も予約 しました。うん、楽しみです。届くのが、うんうん、ありがとうございます。お疲れ様です。こちらです本物です。今もパラシュートが飛んでますね。こちらでございます。後悔のない選択を、後悔のない選択を。そう、君は何を後悔するのかも明日発売なのでね、もう MV は、うん、見れるんですけど、カップリングもね、どれも素敵ですね。そうです、明日はすごいすごいですするな後悔するな。だから本当に特大の2023、特大の明日いっぱい詰め詰めですね。EX 大衆さんも明日発売ですし、つめつめでございます。うんそうだね、私もまだ実感湧かないんですよね。本当に早くて明日には本当発売で、本当に明日来るとはね。うん、飾ってくださいな、ぜひぜひね。嬉しいです。これすごい、すごいですねこれすごいな。あ、そう、ポストカードなんだっけ、今まで配信限定のポストカード3つあったんですけど、これが横なんですよ、横タイプなので、全部予約してくださっている方も違ったポストカードになるかなと思います。あ、そうだね、写真集についてるポストカードランダムは4種類です。楽しみです。本当に一番楽しみなのは
皆さんの感想ですかね。感想を聞けるのがすごい楽しみです。自分で客観的に見れないんで、もうすごい気になるかな。喜んでくれたらいいなと思います。そう、あの写真集の私のこだわりを言いますと、大々的なこだわりは、見て全部見てもらえたら気づくと思うんですけど、全部写真にしています。そう、なんか写真集って最後の最後にインタビューとかあったり、なんだろう、なんかまとめとかあったりするんですけど、私のそう一つのこだわりとして、本当にタイトル以外文字がないですね。全部写真にしたくて、本当に写真集言葉通りの写真集でもあるというか、そう、写真のみにしたかったんで、そうです、そこが一つのこだわりですね。あ、確かに最後にこう携わってくれた方のお名前とかはあると思うんですけど、そこは一つのこだわりポイントですね。全部こう、なんだろう、自分の写真のページを増やしたかったっていうのもあるし、写真に使うページを増やしたいなっていう気持ちもあって、なんでその分こう感想とかは配信とかでメールとかいろんなところで伝える場はあるので話していこうと思ってます。新登場、新登場のマネージャーさんが来られました。私の初代マネージャーさんが来られました。おすすめ言っとく初代マネ、私のあの本当にあの加入してすぐ何ヶ月間かだけ担当されたマネージャーさん今、ね、そう、一番でかい、一番でかい、一番でかいマネージャー来たそれ分かるんじゃない、うん、バレちゃうぞ、バラそっかバラそっかなと思った今ね、あの人かってなった、あの人か味わる、あ、初めて見てる。あ、感想聞きたいです。結構
客観的に見れなくて、自分だから、ね、声がでかいって言われて面白い。座った時のとんでかいいじりがすごいな急に急にいじりがすごい。本当にひどいんだから本当にひどいのぶとい声やなやばい、全部コメントがいじりあー面白い。これお、これ、うん、え、何ですか、この、うんうん、これの時の別カット、はい、これの時の別カット。おー、はあ、はあはあ、表情がいい、表情がいい、ありがとうございます。うん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 、あーこれね、それか、それね、それね、うん、これいいよね、うん、可愛い、あーこれいっぱい、うん、かわいいね、うん、ありがとうございます。やっぱすごい客観的に、え、男性の恋してもバンされないのバンされつらバンされたそれはつらいな。なるほど、これもいいよね、うん、こういうのが好き。あーそうなんだ、人は、ね、あそうなんだ、やっぱこういうのが好きなのかもしれない。あへえ、意外と全然違うな、ちょっとしか見えてない、そうなんだかもしれないって教えてね、じゃあ後で。すごい新たな発見、うーんこういうのが好きなのかと思った。新たな発見がありますね、こういうのが好きなのかと思った。あ、そこね、違うか、むずいな、違うんだ、むずいね。でも男の子が見てもいいよね、可愛いよね、うん、しっかり本当に会話してくれて、あーはいはいはい、やっぱそうなんだ、そうなんだ、タンポポ食べちゃうのかなみたいな、うん、なるほど、うん、会議をしてくれてます。いや嬉しいですね。結構じゃあこう客観的に見ても主観？ん？主観。主観的に見ても可愛いね。あるんです。うん。普段。うん。あ、そう、普段っぽいのもあるんですよ。本当に私服の撮影とかもありますし、ずっと撮ってたもん、ね、うん、もう楽しんでくれてます。かわいい、でもそう、足のショットあるんですけど、その時膝に湿布貼ってて大変だったよね、あれマジで。そう、膝の湿布剥がすの、そう、湿布貼ってて、でその湿布がなんか なんだろうくっついてて、膝に粘着が、これいいよね、そう、取れなかったから大変だった。で、そう、このマネージャーさんが取ってくれた膝のあと、湿布のあと、いや、そうなんよ、ちょうどガムテープでいっぱい取ってくれた、そう、なんでもしてくれました、本当にお世話までしてくれました。そうなんよ、ちょうどね、足を怪我してた時期だったんですよ。あと、ブヨに噛まれた、うん、撮影の前の日にブヨに噛まれて、それ映ってない、そう、映ってない、それ映ってない、それは映ってないです。辛かった、内緒にしといた、あ、すいません、すいません、内緒にしといた、
同じこれ上ではあ確かにそれをみじんも感じさせないようになってますので、そこはあの、うん、安心してください。そうなんよ、頑張ってきたんですけど前日に刺されて、本当にそうですそうです。膝、うん、治りかけの膝だったんですよね。治りかけ膝、お、これもね、本の中身、中身ショットも好評いただいてます。自分っぽい、トンドル、サイヤンっぽい、5センチトンドル自分サイヤンっぽい、めっちゃ可愛い、やったー、可愛いと言われております。どこね、もうね、うず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 しちゃいますね。うん。あ、まだパラシュート飛んでる。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらです。こちらの。ポストカードがつきます。うん、いい感じ。そう、ちょっと下がってしまうと遠い。家族には見せてないんですよね。どうだろうか、見せてないですね。うん、まあでも次そう、お家帰った時に持って帰ろうかなと思います。そうですそうです。そう、ヤングガンガンさんでもたくさん取り上げていただいてね、次発売の刊末載せてもらいます。あ、ありがとうございました急に来て急に帰られ、ありがとうございました。帰りましたのそ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 のあんな音するの、あんな音するのね、いや、ありがたいです、本当に何しに来たって言われる、ちょ、いじりがすごいよね最初からおもろい、音鳴るずっと入っとったよね。確かにあんな音鳴らないですね、普通、うん、シャカシャカ、うん、足音でかい、ね、暇つぶしに来たのけど、みんなのツッコミが寝起きのお父さんそう、面白い確かに、まあそうだね、確かに、あの、確かに面白い。これ本当は配信時間30分のはずだったんですよ。でも全然伸びてますね。で、確か。大丈夫。はい。はい。
なる日が。拾うんだ、うん、そうか、うん、すごい聞こえた聞こえた拾ってる、やっぱすごいんだよ。そうなんだ、すごい高性能マイクだから。おもろい、聞こえますよ、全部聞こえてますよ、すべて聞こえてる。すごい、多分私が普段から声がちっちゃくて、もう普段から聞いてくださってる方はイヤホン大音量なんですよ。じゃあさ、うん、何言っても聞こえるじゃんって。もう訓練されてるんで。そっか。そう、もう訓練されてる。特殊な訓練を受けている。うん。そうなんですよ。何言っても聞こえてしまう。なるほどね。そうそう、だから普通に喋ろう、うん、さっきからすごい普通に喋ってほしい願望が。うん、そうなんですよ。え、今何部行ったんだろう。え、うん、すごい気になってる。公式さんだけが知ってるかも。これ分かるのかな、すぐ。あ、そっか、すぐ分からないんだ、ちょっと難しい。うん、まだパラシュート飛んでる、嬉しい。イエーイ、ね、350部、うん、うん、まだ超えてはないと思うけど、うん、そう、こっちではね、そう、何部とかはね、分かんないんですよね。あ、もう分かる？今300ぐらい、あ、今300ぐらいと思います。すごい、もう、あ、ログっていうか、こう、わかるんか。あ、50未満になったのかなって。あ、じゃあもうすぐです。すごい。え、もう？すごい。じゃあもう300部は超えたんですね。え、すごい、キャーキャー。あ、本当だ。え、やばい、どん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 、あ、減っていってる、やばい、あとカウントダウンみたい、やばい、あ、カウントダウン、今37だ。え、あと37、カウントダウンみたいだ。え、急いで。やばい、今私全然、なんかすごいね、あと何冊ってわからんかったり、未知数やったけど、カウントダウン中です。急いで、急いで、ね、まだ予約できてないかと。幻の350部のこのポストカード、でもこの衣装かわいいですね。うん、この衣装かわいいんですよ。うん、多分、うん、うん、これは、すいません、衣装
衣装衣装じゃない、衣装とも言うけど、衣装衣装とも言うけど、すいません、すごい濁しちゃいました言い方を。かわいい。すごい濁しちゃいました、めっちゃ言葉選んじゃいました。私服じゃないです。衣装ですね。そうなんです、衣装とも言うみたいな、すいません。そう、めっちゃ大きくくくっちゃいました、ね、衣装です。でも、うん、そう、ね、一番の、うん、この衣装での中で、うん、一番綺麗に正面が映ってるかもしれない、うん、確かにそうかも。それが、うん、ほらない、確かにない、正面ではない、うん、確かにそうだわ、うん、こんな綺麗にこのここまでね、うん、確かにそうだ、多分これも見える、確かに。おもろ、確かに確かに、写真集にはない角度ですね、うん、うん、そうそう、あと27じゃあ買わないと。そうなんですよ、めっちゃ可愛いこの、うん、衣装、うん、その衣装可愛い。この衣装可愛い。これはすごい可愛い衣装だけど、本当に大人やんの衣装もあります、うん、ちょっとあれだけど、同じくくりの衣装わかる、うん、その衣装もあります、うん、本当に対照的なやつ、対照的な衣装もあります、うん、そう、シゾーカットでも結構持ってるやつかな、最近の秘蔵カットに載ってた、でもやっぱ写真集で結構なんか体のラインとかが分かるかな、そうです、あー、それはすごい、結構乗ってないの、秘蔵ショットにまだ出てないのも本当にありますね、あと19、あと19だ、本当に嬉しい、そんなにゲットしたいと思ってくれてありがとうございます。こちらあと19、あと19部です、このポストカード付きの写真集があと19部です、限定です、でももうゲットできないです、うん、後悔のない選択を。すごい、おお、パラシュートがいっぱい飛んだ、すごいぞすごいぞ、え、最後らへんのそのページのも結構好き、これ出てないんだっけ、出てないです、出てないんですよ、その衣装でもめっちゃ好きだった、え、そのなんかあの蜂のカチューシャつけてるの、うん、それ何って言われました、めっちゃ宇宙人って。まあそうか、蜂って分からなかった、こっかい、あ、ちゃんと、あ、ほんとだ、ちゃんと分かるように、うん、これだとね、うん、蜂なんですよ、これ
注射つけてるのはね。確かに急に何急に出たらそうだよね、説明もなく出たら確かに急にえってなるよね。そうです、8です。8文字コンね、うん、そうそうそう、文字でも一番美味しかったのはアイスだ。アイス、あ、え、いちごの、いちごのあれ美味しかったな。すごいすごい暑かったん、暑かったんよ、うん、あの日めっちゃ日差しが強くて暑くて、おでこ出してよかったなと思った。ずっと外にいたから、その日は。そう、完売するまで配信します。トレンド入りしてた。おお、嬉しい。やったーやったー。あ、お渡し会で受けてる、もうちょい、あと12、やばいやばい、一桁になるよ。すごい速い、スピードがすごいね、スピードがすごい。どうやって購入するの。あのね、このねカートのところをポチって押したらねあるんだよね。カートのとこ、うん、残り10。わあわあ、あと7、やばい、あと7、キャー、みんな後悔、後悔 しない選択を、後悔しない選択をね、よろしく。公開するな、間もなく間もなく、やばいやばいよやばいよ。あ、お、あ、買えない、わー完売したー、パチ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 、完売ありがとうございます。最後のショールームで買える写真集完売ありがとうございます。すごーい、350部限定、ありがとうございます。え、びっくりしてる、私すごい、なんかもしかしたら本当ね、なんか残るんじゃないかと思ってたから。待って、残り1個になった、残り1個、え、待って、増えた増えた増えた、時間おっとえ、キャンセルじゃなくてキャンセルした、増えた、え、ねえ、誰失敗したかった、あ、失敗した、誰か失敗した、誰か失敗した、あ、あ、完売になった、あ、完売しました、ありがとうございます誰かキャンセル何何今の今の何誰かミスっちゃったんだろうね、誰かミスっちゃった大丈夫かな、もうもう増えないかなおもろいんだけど、なんかえ、2位になった、ね、誰、もう誰かさ、ね、ちゃんとして誰かちゃんと、え、待って、2位になった、待って、頑張れ頑張れ頑張れいろいろあるんだろうね、うん、こう途中でね、うん、途中でなんかあるんだ、
かあるんだ。あ、完売した。いや確かにこんなにさ、あと一桁とか言ったら本当焦るよね。そりゃ焦るよ、あーってなるよ、手も震えちゃうし。完売した。確かになんか急にだったよね。あ、完売になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあきっともしまた増えてもきっとまた完売になるかな。わーわー、ありがとうございます。パチパチパチの声ですね。嬉しいです、嬉しいでございます。350部限定ですね。ありがとうございます。あ、さっきのが最後のパラシュートだったかな、うん、あ、また戻った、まあ、きっとまあ本当だ。なるほどね。うん、間に合った。まあいろいろあるんだな。とりあえずありがとうございました。その完売したということにもうしています。あ、公式さんがも言ってる。うん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 。じゃあそうですね。ありがとうございます。幻のポストカード付き写真集ありがとうございました。ありがとうございました。なのでお渡し会のポストカードはこちらになる。お渡し会よね。はこちらになります。こちらまだ未来のポストカードなんでお待ちしてます。まだお渡しできるんで、うん、うんうん、そうです。未来のお渡しするはずのポストカードなんでね、うん、よろしくお願いします。お渡し会は1日に衣装違う服を2つ着ます。広島2着、池袋2着ですね。うん、そう、お着替えありです。どちらも3部制で2部と3部は違う洋服だということですね。そうそうそう。できる限りそう、ちょっと違った自分を見せれたらいいなと思って着替えありにしました。うん、うん、楽しみです、楽しみです。
え、追加した？大量に？あと35？え、待って、わかんないもん。どういうこと？いや、追加はしてない。追加はしてない。販売しとうと思ったらダサくさで買えた。バグ？エラー？エラー中？消えた？でも350部限定は間違いないということなので、34冊増えた。私34番、残り何個は出てない。でもね、まあでも予約してくださった方は本当にメールが来るのかな、メール来てて、まあ確定ではあると思うんで。変えた？なんかね、なんかあったのかな、仕様がね。メール来てたらきっと確定なんで安心してください。うん、届くので、うん、メールで確認してみて。ね。よし、ありがとうございます。メール来るみたい。ポストカードはね、この予約してく、今配信で予約してくださった方分のはポストカードは用意してもらいます。これは絶対。新登場の、また来た新登場、初代じゃなくて本当に新登場の、また違う方が来たけど、刺して変えられた別キャラ。今確認中、確認中です。変えた？でもそう、変えるってことは、うん、用意してもらいたいですね。そう、事務所なんでね、ほんといろんな方がいらっしゃいますよ。でも追加してないですよね、もうね、追加してないけど。そう、事務所ですよ。配信しています。そうだね、ね、決済までこううまくいかなかった分があったのかな。ちょっとまだ仕様が
ってないけど、でも一回完売なっとこ。なってる。そう、購入履歴とか確認したらきっとあったの確定だと思います。確かに公式さんがね、もうね、完売しましたってこね投稿されてるから、うん、特典ポストカードです。こちらなので完売だと思いますけど、うん、そう、このポストカードが付きます。そうだね、だけどまだ買えなかった方には朗報なのかな。一冊の厚みどれくらい、写真集のどれくらいなんだろう。1センチ。ケースに入れた携帯ぐらい。ケースに入れた携帯ぐらいです。え、でも、うん、1センチかなと思います。うん、A4 サイズ？おー、ウィルカー小さい。 A4 サイズ、ウィルカー小さい、うん、ちょっとちょっとちょっと縦幅がちょっと2センチぐらい、うん、かな。変形 A4 サイズっていうのかな。うん、うん、ですね。縦幅がちょっと、うん、そう、持ち運びしやすいかな。厚みは1センチです。112ページですね。でもそうだね、バッグに入れやすいかな。まあ5冊は入るかな。5冊ぐらい入る、うん、確かに5冊ぐらい入るとリュック入る。あ、入る入る、うん、結構余裕あるぐらいかな、うん、リュックに入れても5冊はいける、ね、5冊はいける。暑いけど、うん。バッグに、バッグによるけど、まあ、でも、うん、いける。うん、なんか本当いいサイズ、うん、持ち運びしやすい。私が抱えてみるか。小さいからな。私が抱えて、うん、ぐらい抱えて、ちょっと見にくい。
こんぐらいです。え、裏見えた？やばい。マジ？見えてないよ。裏すごいですよ。ありがとう。何もなかった。え、今何時？20分だ。びっくりした。ね、気づけばこんな時間です。楽しみ。当初30分の予定が。ね、びっくりしました。明日はリリースイベントがありますので。ね、ってことは、カウント、なんだろう。まだ買えるってことはまだ在庫あるってことか。まだ間に合う。まだ間に合う。買っちゃった。イエーイ。そう、まだ買えるってことはまだ買えるってこと。ありがとうございます。今日だけ、そうなんですよ。これは今日だけです。今日だけ。今日超えたら幻ポストカードです。完売したのかな。でもお渡し会が18日に広島で、25日に池袋でお渡し会があります。で、2部と3部は違う洋服でお渡し会で、明日から HMV エスオラ池袋でパネル展がありまして、
そのお店で写真集を購入いただいた方の中から抽選で10名様に直筆サイン入りパネルのプレゼントも実施しますということです。明日からソパネル展始まります。またそう公式さんからもまだまだ更新するっていうことですので、フォローはね外さずに、まだフォローしてないよって方はフォローよろしくお願いします。うん、そうそうパネル展もあります。すごい盛り上がってる。1万4000くらい、ありがとうございます。このショップルームっていうのかな、ショップルームもラストですね。残り10な、なんなんやろ。残り10、あと10。ふむ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 、明日発売ということで。そう、配信中だけなんですよね。先週購入できなかった。あ、できなかった。そう。なので、明日からは店頭にも並ぶのかな、通常版の写真集が。で、限定カバーはあと3種類ありますね。うん、ねえ、本屋さんで見つけたいですね。そう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 。明日はいろんな発売が重なってますけど、残り7。あと4。ね、明日はすごいすごいぞ、忙しい。残り2個。すごい。じゃあね、もう次完売っていうか、完売もしてると思うけど、どうなんだろうな。でもそろそろ配信は終わろうと思います。完売しました。完売しました、ありがとうございます。
会しました。ありがとうございます。というわけでもうもう完売だと思いますけど、うん、じゃあもう配信はね、この時間ですし終わろうと思います。たくさんね申し込んでくれてありがとうございます。嬉しい、ありがとう、ありがとう。じゃあ終わろうかな。うん、明日はね10枚目シングルのリリースもあるので、イベントもあるんで、ショールームさんで配信が見れるのかな。そうそう、見れるんで楽しみましょう。では本当にありがとうございました。明日よろしくお願いします。じゃあ終わります。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。